シアゴシューバは、ブラジルの男性総合格闘家。サンパウロ州サンパウロ出身。ブラックジリアンズ所属。元アッコブ、ライトヘビー級王者。13歳の時に、父親の家庭内暴力から逃れるために家出しており、18歳で格闘技と向き合うまでサンパウロのスラムで生活していた。2005年9月10日、ブラジルでプロデビュー。 2006年11月30日、フューリー FC の 93kg 級グランプリで優勝を果たした。2007年2月28日、パンクラスにバドッグファイトを派遣選手として初参戦。水野達也とヘビー級王座時期挑戦者決定戦で対戦し、サッカーボールキックで小勝ち。5月30日に王者アルボーシャスタイガーへ挑戦予定であったが、 UFC と契約したため欠場した。2007年5月26日、UFC 初参戦となった UFC71 でジェームス・アービンと対戦し、テイクダウンをしようとしたところで、アービンが右膝を負傷し、TKO 勝ちを収めた。2007年11月17日、UFC78 でヒューストン・アレクサンダーと対戦し、マウントパンチで TKO 勝ちを収めた。 2009年1月31日、UFC94 で、同じく13戦無敗の両都町田と対戦。パンチでダウンを奪われ、1R 終了間際にパウンドを受けこ負け。デビュー以来の連勝記録は13でストップした。2009年8月29日、UFC102 で、キース・ジャーディンと対戦し、パウンドで TKO 価値を収めた。2010年1月2日、 UFC108 でラシャド・エヴァンスと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2011年1月1日、1年ぶりの復帰戦となった UFC125 でブランドン・ベラと対戦し、3から0の判定勝ち。しかし、試合後の薬物検査の結果を誤魔化すために、自身の尿に異物を混入させたことから試合結果が無効となり、ネバダ州、 アスレチックコミッションから1年間の試合出場停止処分を受けた。2012年11月10日、UFC オンフューエル TB6 でスタニスラブ・ネドコフと対戦し、3R 型固めで一本勝ち。しかし、試合後の薬物検査で禁止薬物とされるマリファナの代謝物質が検出されたため、試合結果が無効となり、UFC から6ヶ月の試合出場停止処分を 受けた。2014年2月6日、パブロ・ポポビッチ柔術道場に銃を所持して襲撃し、道場にいた人たちを脅迫した容疑で逮捕されたことで、一旦は UFC から永久追放されるが、その後訴訟がすべて取り下げられ、無罪となったことで UFC に復帰した。しかし、9月20日、シウバが元妻を銃で脅している動画が公開されると、再び UFC から追放された。 2015年3月28日、1年6、ヶ月ぶりの復帰戦となった、ベソフ19の、ライトヘビー級王座決定トーナメント1回戦で、テディホルダーと対戦し、パウンドで TKO 負けを喫した。ありがとうございます。